ペンネーム、ラー油の神様。問題。お父さんが嫌いな食べ物ってなーんだ答え。小3の夏頃、おばあちゃんが入院しました。おばあちゃん子だった私は毎日のようにお見舞いに行きました。 私はただおばあちゃんのことが心配という理由だけでお見舞いに行っていたのではなく、お見舞い品のお菓子や果物が食べられるという下心もあったと思います。高級そうなお菓子や色とりどりのフルーツの数々は当時の私の心をつかんで離さなかったのです。季節が秋へと移り変わる頃、おばあちゃんの容態が急変しました。 おばあちゃんの体にはいくつものチューブがつながれ、以前のような優しい笑顔が消え去り、苦悶の表情を浮かべることが多くなりました。おばあちゃんはベッドのそばで立ち尽くす私に精一杯の笑顔を作り、お食べ、と、果物を取ってくれようとしました。小刻みに震える手で掴んだ果物を私は受け取り、母親に向いてもらいました。私は、美味しいよ、おばあちゃん美味しいよ、おばあちゃん美味しいよ、と、涙を流しながら言うと、おばあちゃんは、 あの優しい笑顔を浮かべていました。おばあちゃんが死んだのは、その夜のことでした。大人になった今でも、一時の親になった今でも、あの時おばあちゃんが渡してくれた果物を見ると、悲しい気分になってしまうんです。パパイヤ。<laughs> 理由はよくね理由は。 なんだろう、式が間違ってるパターンだよね。答えは合ってるんだけど、<laughs> 式が全然合ってないんだよね。そんな理由じゃなかったと思いますけどね。<laughs> えー、<laughs> ペンネーム、立ち枯れせ備べい問題学校がお休みの時に走る電車ってなんだ答え。 誰もいないな校舎で体を求め合う体育教師と女子生徒の欲望という名の列車 <laughs> <laughs> 休校じゃなくて急 <laughs> 行ではなくて欲望という名の列車なの <laughs> う<ー>ん <laughs> ペンネーム「5時に不注」問題立派 のに人踏まれるものなんだ答えっていうか、最初にこれ答え多分革靴だと思うんですよ。多分。本当の答え。ね。本当の答えっていうか、スリッパかな。スリッパとか革靴とかそういう答えだと思うんですけど。えー、あ、そうか、立派なのにだからスリッパか。俺これが多分は、これからちょっと、本当の答えちゃんと書いてもらえます <laughs> 俺、なぞなぞに弱いですわ。えー 答え。でもこの立派なのに人に踏まれるものなんだ。スリッパだと最近の謎だとバズですから。答え。特殊な性癖の社長。<laughs> <laughs> 立派な方なんですけどね。もうどこに出しても恥ずかしくないようなでっかい会社の社長さんなんですけれども。まあ、人に踏まれのヒールでガッツガツ踏まれるのが大好きでしたから,だししたからね。う、えー。 この人がすごかったんだよ。この人の謎謎が俺いつもわかんなかったんだよな。ペンネーム、村吉村。問題。絵を何度飾っても、すぐに処分されてしまう場所ってどーこだーこれ、あの、わかりますまず、すでにこの時点で、 <laughs> あの、ガラスの向こうにいる、えー、ミキサー岡部、えー、ディレクター、プロデューサー池田が、普通の薄らバカみたいな顔してますけども、<laughs> 小学生向けの謎ななんだけど、わかんないんですぐ。えーえー、じゃ、ちょっともう一回ハーモナイザーかけて。薄らバカたちにヒントをあげるよ。あのね、絵を何度飾っても処分されちゃうんだ。 捨てられちゃうんだよね。このサロンは絵を捨てられちゃう。わかったかこのグドンども。<laughs> この、何ゾナーゾくん <laughs> ゾナーゾくんのキャラがまだ俺全然出来上がってないんだけど。<laughs> まあまあこんな感じのキャラですよ。えー、答え。小さな時は上手に描けたねと母に褒めてもらえるのが嬉しくていっぱい絵を描いた。 僕が絵を描くと、周りの人たちがみんな笑顔になった。それがたまらなく嬉しくて、いつしか絵を描くことを仕事にしたいと思うようになった。僕が小学校4年生の6月、父はリストラにあった。再就職の面接で、自分よりも年下の面接官に、学歴がないことをねちねちと疲れた挙句不採用そんなことが続くうちに、父の労働意欲はどんどんなくなっていった。叫びたりになり、日雇いで稼いだお金も、 ギャンブルと酒に消えていった。専業主婦だった母はパートに出るようになり、夜はスナックで働くようになった。そんな日々が一年ぐらい続いたが、ある日パートに行くと言ったきり母は帰ってこなかった。数日後、自分の名前とンだけを押した離婚届を送ってきたという。父は荒れた。壁に貼ってあった僕の描いた絵は見るも無残に破かれてしまっていた。 学校で賞をもらった。僕の家族という絵もだ。これが答えです。<laughs> まあ、ヒントが優しかったから分かったと思いますけどね。で母のいなくなった家ですよね。まあ、正解は、正解は。ね。母が去った後の家っていうのが、俺、場所ですからね。絵を飾っても飾っても、だから飾っても破かれちゃう。賞を取った。僕の家族っていう絵も破かれちゃうわけですから。ちょっとヒント出しすぎちゃったペンネーム、藤井菊一郎。 問題。家の中で一番きちんとしてる場所。きちんとしてる場所。ッチンこれぐらい言えばわかるから偏差値2の連中にも。きちんとしてる場所はどーこだ答え。妻。ねえ、あなた。 サチコの部屋は片付けないでしばらくそのままの状態にしておいてほしいんだけど。あのね、私サチコの部屋に入るとまたあの子がお母さんって言いながらいつもの笑顔で抱きついてくるような気が。お願いごめんなさい。もう少しだけ。と言って、生きていた頃の状態がきれいに保たれているサチコの部屋。 きちんとしてる。もう、そらきちんとしてますよ。もう、きちんとね、少しでも誇りがあっては。台所はもうゴミだらけです。お母さんがもう労働意欲がないですから。主婦を続ける気力がないです。台所なんか全然きちんとしてますよ。もうゴキブリだらけ。ゴキブリだらけです。残念ながらね。残念ながらゴキブリだらけ。でーした。<laughs> その謎なトーン <laughs>。謎なトーンで言えば全部明るくなるわけじゃないっていう。うーん。 えー、一応じゃあラストにしときましょうかね、今日のところは。短いやつ。えー、ペンネーム、花の下ロング。問題。大きな穴が開いているのに、水に沈まないものってなーんだ <laughs> この、この謎々でみんなつまずくのはやめてよ。海とかに、ね、プールとかに行って、これ大きな穴が開いてんだけど、むしろ浮くわ、なんつってね。ええー、そういうやつですけども。答え、俺の女、カッコ水泳部の巨大なアヌて <laughs> <laughs> あんな大きな穴が <laughs>、あんな大きな穴が開いてるのにも関わらず、まあ、正確に言うと、俺の、水泳部の俺の女ですよね。大きな穴が開いてるかどうかに関しての問題でその後ろの部分の注釈は。えということでですね、来週に向けてですね、ゾナーゾくんのキャラはなるべく固めてはきます。<laughs> え、皆さんの方からでちびっこに出したい謎謎。えー、特にあの謎謎などにカッコで答えを書いといてもらえますか。<laughs> 僕あの無駄な労力がかかりますので、えー、答えも書いておくってください。郵便番号 107-866TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカリからちびっこ謎な謎ぞなぞのカッカまで